はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、4月28日にですね、衆議院の参補選ありまして、結果としては自民党の全敗、野党、まあ、特に立憲民主党の全勝というところで、まあ、今の民意をですね、裏金問題含めて自民党はダメだっていうところを突きつけてるとは思うんですよね。まあ、特に島根1区っていうあの、保守王国ですら立憲が勝ったってことを考えたら、 ま、現段階ではそう言えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ただま、そんな補選の結果の後にですね、ま、ゴールデンウィーク突入というところで、ま、岸田さん外遊に出発というところでね、またいろいろ叩かれてるわけですよ。しかも今は能登半島の復興っていうのもまだままならん状況。なんなら能登半島には行かずに外遊行くんかいっていうところで、やっぱこの人ってもう日本国っていうのを見捨ててんのかなっていう意見なんかもちらほら出てくると。ただですね、先日ゴールデンウィーク5月4日5日に開催された 世論調査の結果、なんと岸田内閣の支持率が7ポイント上昇するというね、まあ誤差の範囲ではないぐらいの支持っていうのがあったわけですよ。で、正直さ、なんかあったっけなっていうレベル。それこそ補選は全敗。あの時点では民意は自民党を否定してるとなれば、外遊に行ったから支持率が回復してるぐらいしか理由ってないと思うんですけど、ただまあそうやってね、海外行くと、やはり気になるところはどうせまたばらまいてくるんだろうっていうところなんですが、 今回はなかなかすごいばらまきがあったというところでですね、こちらの記事。鈴木財務省低所得国支援に1600億円余り、アジア開発銀行の年次総会でと,というわけで、ゴールデンウィークでは岸田さん以外にも閣僚の方々が外遊に行ってるわけ。で、その中財務大臣なる鈴木さんも行ったんですよね。そこで、なんとびっくり、1600億円を支援発表したんですが、それ何に対してか低所得国の支援ということで、 いやいや、低所得国って、それこそ日本がそうやんけどだってさ、ほぼ丸2年、実質賃金下がってて、年収の中央値だって330万円。物価は上がるけども、賃金が上がらない国ってことで、失われた30年なんて言葉もあるわけですよ。でも、物価は高いけど、賃金が上がらないんだから、その幅考えれば、低所得国になってるわけなんですけど、なぜか、この日本の政治家っていうのは、自国よりも他国、しかも今回は低所得国の支援をしてしまうってわけで、 いや、マジでもういい加減にしてくれと、ゴールデンウィークに外遊行ってばらまくとは思ったけど、まさか低所得国の支援に対して1600億円使ってるとは思わなかったってわけで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。鈴木財務省は5日、ジョージアの飛びりしで開かれた ADB、アジア開発銀行の年次総会で演説し、ADF、アジア開発基金に1600億円余りを拠出することを明らかにした。 ADF は低所得国などの支援のため ADB が設けている基金で日本が最大の資金拠出国。鈴木大臣は演説で ADF は低所得国の貧困や格差、気候変動、自然災害の対応に不可欠だと指摘し、日本から新たに約1620億円を拠出する意向を表明した。 さらに、2027年に開催される第60回の ADB 総会を日本に誘致することも明らかにし、各国に支持を求めたと。まあ、というわけで、とりあえずね、記事を一通りざっと読ませていただいたんですけども、まあね、タイトルでも書かれた通り、1600億円余りを拠出っていうことなんですが、まあ、どうやらその日本だけで1600億を出すわけではないらしいんですけども、でもまあ、日本が最大の資金の拠出国っていうことで、まあ、一番金出してるっていうことですよ。 ただ僕がこれ思うことは、この海外の低所得国への支援ってことなんですけど、この低所得国に日本が入ってんのかどうかっていうとこですよね。だって今どう考えたって日本は低所得国じゃないですか。だからさ、これ海外の低所得国に対して支援するんだったらそこに日本が入ってんのかどうか。ま、あ要は自分とこがお金出して自分とこに支援してもらえるのかどうか、ここが大事なんかなと思ったりするわけですけど、ま、あ入ってないんでしょうね。ま、あいつもそうやけど日本っていうのは基本的にばらまいて終わり。なんかそこでさ、 企業の進出とかっても考えてんのかもしれんけど、そういったきっかけというよりも、完全に ATM 感っていうのが強いかなって僕は思ってしまうんですよね。ていうかそれぐらいバラまいてるもん。外交って言うけども結局金渡すだけの話やんか。で、その金額っていうのは岸田内閣になってからもうびっくりするぐらい跳ね上がってると。だから、まあ、バラまきメガネなんていうさ、不名誉なあだ名がついたりしたわけですけど、バラまくのは何も岸田さんだけじゃなかったと。 鈴木財務大臣もこうやって言って1620億を拠出するって言ってる。で、しかも今回はそのばらまくお金の目的は低所得国の支援ってことやから、日本という低所得国の国民が頑張って納税したものを他の低所得国の支援に回してるのが今の政府っていうふうに言えるんじゃないかなと僕は思いますけどね。だってさ、鈴木さん演説で、ま、ADF、このアジア開発基金ですね、は低所得国の貧困や格差。いや、これまさにさ、日本が起こってることやん。 年収の中央値は330万円ぐらい。なんならワープアーソーって言われてる年収200万円以下ぐらいの方っていうのも約2000万人ぐらいいるってことやから、それってどう考えてって低所得って言えるんじゃないのまあ正直年収300万円でも低所得でしょ、今やったら。データとしても貧困っていうところで言ったら、20代の貯蓄ゼロとか若者の貧困っていうのもすごい多いし、子供の6人に1人は貧困家庭っていうふうに言われてるわけですよ。そんな国、先進国じゃないやろ。 だって子供って年々減ってってるわけじゃないですか。少子化やねんから。だから数はさ、どんどん減ってるってことを考えれば、貧困率の割合っていうのはどんどん上がってるって話になってきませんで、まあ格差っていう点でもそうですよね。どんどん広がってってる。実際自民党はさ、お仲間連中、例えば大企業とか富裕層に対しての優遇措置ばっかり。逆に低所得の人が苦しいようなものに関してはどんどん負担を増やしている。それこそがまさに法人税と消費税の関係そのものじゃないですか。 法人税を下げて企業の利益を上げるっていうけども、結局さ、社員への還元なんかなく、内部留保と株主配当に行って終わりみたいな。要は資本化儲かって終わりみたいな。しかもその資本化っていうのも、まあ海外資本っていうのも多いと。だから日本のお金がどんどん外資に流れてってるっていうのも言えるし、逆にその分の穴埋めを消費税でやってる。で、まあご存知の通り、この消費税は逆進性が強いと。1万円の消費に対して1000円の消費税がかかってるわけですよ。でもそれって、年収200万円のワープアソの人も、 年収10億の富裕層の人も、その商品を買えば1000円払うわけですから、年収10億の1000円と、年収200万の1000円では、単割合が全然違うっていうことで、低所得の人ほど苦しい。これをまあ逆進性っていうと。で、その筆頭が消費税で、日本は消費税を何が何でも下げない。なんなら10月からインボイス制度を入れて、1円たりとも逃すまいとしている。でも自分たちは裏金で脱税しまくってる。これが日本の政治家の連中ってこと。 で、さらに鈴木大臣は、この ADF については、気候変動、自然災害の対応にも不可欠だって言ってるけど、1月1日に能登半島で地震あったじゃないですか。がっつり自然災害やん。去年だったら九州とか秋田とかさ、大雨被害あったじゃないですか。でもその支援なんてせずに、また海外行ってばらまいてるやん。なんなら岸田さんに関しては、秋田の豪雨被害があった時に、秋田よりもまず、同時期にあった韓国の豪雨被害にさ、お見舞い出してたっていうレベルですよ。 僕はま、ああれ見たら月にほんとゾッとしましたけど、気候変動、自然災害の対応に不可欠だって鈴木さんが演説で言うんだったら、まさに時刻はその渦中にあるんやけど、みたいな。能登半島の今の状況分かってんのっていう。元に戻す復興生とは言わんよ。でもさ、生活インフラはちゃんとした状態で初めてどうするかって考えないとあかんのじゃないなんならさ、ちゃんと戻れるようにします。だから一時的に避難してくださいって岸田さんは約束してんねんから。それ言ったのが1月ですよ。もう5月になってるけど、その様子1個もないやん。 いやだからね、別に、その海外の支援も必要なんかもしれん。低所得国への支援だって必要だと思うよ。でもさ、今の国内の現状、そしてタイミングというか時期、自国民の生活っていうところをさ、最優先に考えなあかんのじゃないのまず国内状況をちゃんと安定してから、それで余裕が出てやるもんじゃないのこういうのって。しかも今回は低所得国への支援。自国がまさにそれに当てはまってんねんから。 全額かどうかわからんけど、とりあえず1600億ってお金があったとして、その1600億をなんでさ、海外の低所特攻へ支援して、ノート半島の復興に使わへんの国民生活っていうところで言うならば、どうして低所特攻への支援はさ、こうやってポンってやんのにさ、自国民の生活インフラ、水道、光熱費の抑制策やってくれへんの、まあ、政府の発表で物価高に賃金が追いついてない状況なんだ、23ヶ月連続実質賃金マイナスだって言ってんのに、その物価抑制策をせえへんの光熱費で言ったらなんで電気代とかガス代の補助金打ち切っちゃう でも政府の連中、特に岸田さんは、その分賃上げというところで、可処分所得を増やして、生活を安定させていきましょう、なんて言ったりするけども、でも別の立場、少子化対策というところのポジションに取った場合は、子育て支援金の財源は国民負担でします。でも、賃上げするんだから実質負担にはなりません。じゃあ可処分所得増えてへんやんけってことになるじゃないですか。だから立場によってさ、 コロコロ話が変わったりするんやけど、筋が通ってるものもある。それは自国よりも他国を優先してるっていうこと。同じ理由としても自国は支援せえへんけど他国は支援すると。すげえよなって思うんですよね。経済、経済、経済とか言ってるくせにさ、GDP はドイツに抜かれて世界4位に転落。来年度はもうインドに抜かれて世界5位もほぼ確定っていう状況でしょ。どこが経済大国やねんみたいな。 こんなもん一個人のさ、努力の問題じゃないですよ。こんなもん政治というか制度の問題ですよ。どう考えたって自民党の政治家の失策によって国民は貧しくなってってるんですよ。だからさっきも言ったけど、海外に支援するなとは言わん。低所得国への支援だって必要なのかもしれん。でもさ、それはあくまで今の日本の現状がちゃんと安定してての話。むしろ自分とこの国は同じ理由でさ、国民が貧困化してってるわけよ。じゃあ海外の低所得国に支援するんだったら、同じ低所得国の日本にだって同等の支援が必要やろって。 中所得低所得層に対しての何らかの支援だって必要やろって。そう思うわけですけど、やってることは何かったら、インボイス制度の導入で、中低所得者を完全に潰しに来てるわけよ。しかもそのインボイスの金額っていうのもね、別の記事で、これ、まあ、これ2023年12月の記事なんですけど、インボイスの負担、なんと1700億ってことで、財務省はインボイス制度の導入により、24年度の税収増分、まあ、インボイスだから消費税ですよね、の負担は、なんと約1700億円になるとの試算を明らかにしたと。 ということで、まあもちろん今回が初めてやし、特例措置なんかもいろいろあるから、まああくまで今の段階でって話やねんけど、まだまだインボイスの税収増っていうのは少ないという見積もりで、1700億なわけですよ。で、今回低所得国にばらまきが1600億なんですよ。だからほんまに単純な計算でいくならば、消費税っていう逆進性の強い税金、イコール日本国の低所得の人たちからインボイス制度で1700億負担増やしといて、それを丸っこ海外の低所得国に流してるっても言えるんじゃないの もちろん、先の基金の中、日本国が一番の拠出国っていうだけであって、全額ではないとは思うけどもね。でも、金額で見たら、そうやって行ってこいになってるわけやんか。じゃあ、こんなんやらんでよかったって思いませんで、まあ、当然ながら岸田さんもま外遊行ってるわけですが、えー、別の記事でこれ、日本人助ける方が先、岸田首相外遊先でばらまき宣言。ということで、4月28日に行われた衆院参補選は事実上の参拝で若手議員を中心に、このまま総選挙に突入すれば政権交代は必死だと悲壮な声が上がってます。 岸田首相は外交で得点を上げ、支持率アップを狙うという戦略のもと、4月8日の国賓待遇のアメリカ訪問に続き、大型連携を利用して3カ国を訪問しましたと。まあ、というわけで、まあ、この外遊っていうのが支持率アップ狙いっていうところ、まあそれしか考えられへんわな。結果、5月4日5日のね、あの世論調査では支持率が上がってるわけですよ。しかもそれが誤差じゃなくて、7ポイント上昇ってことやから、確実に支持率が上がったと言えるわけですけどもね。 で、まあ、あとりあえずですね、その、フランス、パラグアイ、ブラジルって言ったわけですけども、成果はあったと思いますというところですが、国民の間にはまた海外でバラまきをするのではないかと危惧する声が広がっていましたっていうわけで、もう岸田さんが外遊するってなったら、ほとんどの人がもう一番最初のものが、またこいつバラまいてくるんやわ、だと思うんですよね。むしろその外遊の成果どころか、今度はいくら渡すんやろの方がさ、もう注目浴びてますよ。で、今回もそのバラまきするんじゃないかって言われた。 岸田首相は海外に行くと大盤振る舞いすることが多いですからということで、もう金額だってもすごいもんね。そしたら案の定ということで、パリの OECD 本部の講演では、ASEAN の成長を試験する枠組みを立ち上げるため、今後3年間で800万ユーロ、約14億円の資金を提供することを表明。で、続いて、まあさっきのやつですね、鈴木財務大臣が低所得国支援のために約1600億円を拒出することを明らかにしましたということで、まあ岸田さんもばらまけば鈴木財務大臣もばらまいてると。 ただまあ今回のこの鈴木さんのばらまきっていうのが、いやいや、がっつり日本が同じ条件に当てはまってるやんけ。お前ら何やってんのっていうところで、まあ、僕はびっくりしてるし、びっくりされる方も多かったと思いますしね。一方で日本国内の物価は上がりっぱなし。帝国データバンクの調査によると、24年1月から10月までに値上げされたもの、また値上げが予定されている品目は7400にも上るという、そのうちの90%は原材料の高騰が要因だというわけで、やっぱりそうなんですよ。 いつもさ、この物価高騰するっていうのをインフレっていうふうに言ってるんですけど、それがさ、やたかもいいことだと、なんなら物価上昇してんだから、それを賃金に反映させろとかさ、簡単に言うけど、この物価高騰の原因は、仕入れコストが高いってことなんよ。要は、500円で仕入れたものを1000円で売ってました。じゃあ利益500円やけど、その仕入れが例えば1000円になったら、利益500円を確保するためには1500円で販売せなければならない。じゃあ消費者からすると物価は上がってるわけよ。でも利益は変わってないわけやん。 でも物価上がってんだから賃金に反映させろって簡単に言ってんのが今の日本政府。だから賃上げ賃上げみたいなさ、お祭り騒ぎしてるけども、ちゃんと見ればそんなもん無理やって誰が考えたって分かる話を、これ言ったら分からんのよ。そんなに言うんだったらさ、取るんやめたらって言っても、負担増やすじゃないですか。マージン抜いていくじゃないですか。それやめたら賃上げできるんですけどみたいな。なんでこう言ったら余計なことばっかりするんって話ですよね。で、しかもその中の一つとして、今回の海外ばらまきには低所得国の支援っていうのもあったって考えたらさ、いや、ふざけんなよ、タゴみたいな。 で、えー、国民生活が苦しい状況での海外拠出にニュースサイトのコメント欄には、日本って国は自国より他国を助けるためだけに存在してるのでしょうか実質賃金が23ヶ月連続マイナスってあれほど言われてるのに、完全無視としか見ようのない行動。今や日本は先進国の中では貧困国と言っていいぐらいに貧しいですよ。悪いことではないが増税で苦しい日本人をまず助ける方が先ではないかなど疑問視する声が溢れていた。岸田首相は本当に国内の状況が分かってるのだろうかと。 というわけで、いやもう本当にね、おっしゃる通りなんですけど、もうここまで来るともう知っててでしょ。だってさ、ずーっと言われて続けてることやん。まず自国民の生活でしょって。で、さらに、ばらまきメガネなんていうさ、不名誉なあだ名もついてる。だから知らんわけないよ。でも自国民救わずに他国優先するんだから、もう知っててじゃないのこんな。 でもまあそうやって海外との連携とかを考えればある程度の支援っていうのはいるかもしれんけど、今回はびっくりの低所得国の支援まで低所得国に転落していった日本がやってるってことやから、さすがにそれはどうなんってわけで。まあこの件につきまして皆さん思うところあればたくさんコメントいただけたらと思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。